皆さんこんにちは、佐々木ひろのです。今日は2021年4月の八白土星の運勢をやります。この動画をご覧になると、八白土星の4月の運勢、1番全体運、2番人間関係恋愛運、3番金運、4番健康運、5番今月のアドバイスがわかるようになります。また動画の最後に、土星八白土星、傾斜八白土星への一言アドバイスもございます。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルは日常生活に使える九星気学をわかりやすくお話ししています。ご興味ある方はチャンネル登録お願いします。はい、では八白土星の頓光板からチェックしていきます。まず4月の頓光板がこのオレンジです。白い方が年番になります。八白土星は北に位置していますね。天道が載っていますので、いいものがついてますね。そして下には時刻土星がいます。八白土星が時刻の上に乗っているということで、時刻土星の気を浴びた八白土星の4月ということです。ではね、それがどういう風かお話ししていきます。まず1番の全体運です。八白土星、今月は積極的なこととか大胆なことは控えてくださいという感じですね。北の寒いところにいますので、足元を固める時なんですね。またリーダーシップをとっている人、リーダー的存在の人は、自分一人で判断しないで、周りとよく話し合って意思疎通をしながら判断するということが大事になります。あまり結論を急がないで、ゆっくり、じっと待つという方が良さそうです。八白土星の方はね、待つことできる星ですので、今月はね、じっくり待ってから判断というのがいいと思います。続いて2番、人間関係恋愛運です。人間関係いいです。優しい人が周囲にいて助けてくれます。甘えちゃってください。そして恋愛運、恋愛運もいいです。落ち着いて過ごせる一月です。3番、金運。金運まあまあいいです。へそくりができそうです。そして4番、健康運。健康運もいいです。女性系のね、体の部位がちょっと、気になるっていう感じですので、注意してください。そして5番、今月のアドバイス、おすすめパワーストーンはカーネリアンですね。コツコツね、ゆっくりマイペースで進む今月がおすすめですので、そんな時に頑張る石としてカーネリアンがおすすめになります。そして生き方のアドバイスですけども、今月は北に入っていて時刻土星の気を浴びているということで、裏方とかね、地道とかね、そういった役割があります。決して派手さはないですけども、地道にコツコツやるということが大事な月なんですね。終始ゆっくりペースで進んでいきます。今はちょっと落ち込んだ場所にいますけども、徐々に上がってくるその手前というところにいます。あたふたせずにどっしりと構えてください。こんな時ほど吉カフェがおすすめですので、よかったら説明欄から吉カフェ非番吉報のやり方の動画をご覧になってください。そしてですね、今月はお家の中を過ごしやすくしとくというのがおすすめになりますね。あまり仕事で活躍できる感じはないので、お家の中を整えるという過ごし方おすすめになります。これから徐々に上がってきて忙しくなってきますので、お家に手をかけるということができなくなってきます。今のうちに快適な空間にするというのはいかがでしょうか。
ラッキーカラーは茶色。ラッキーフードは根菜の鬼しめですね。そしてラッキーアイテムは畑仕事とか広い原っぱで過ごすなどおすすめです。最後に同海八白土星、売り上げ下がります、気にしないで。傾斜八白土星、頭が冴えず判断力がないです、これも気にしないでください。はい、いかがだったでしょうか。八白土星の運勢でした。役に立った、面白かったという方はいいねボタン、チャンネル登録お願いします。私は毎週木曜日夜8時からサブチャンネルのおしゃべり九星気学でライブ動画を行っています。毎週駅占いをしたり、お悩み相談にお答えしたり、また無料カウンセリングのプレゼント毎週1名様もございます。気学好きな方が集まってコメント中心におしゃべりしましょうという感じで行っています。ぜひ遊びに来てください。また私が毎朝行っている非番吉報、通称吉カフェという開運方法、あなたに合った吉報院に出かけて行ってコンビニの100円コーヒーを飲む、とてもお手軽なのに効果がとても高いということで、動画をご覧になっている方全員におすすめです。吉カフェオンラインサロンでできるようになりますので、ぜひご入会ください。1ヶ月無料お試しができます。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録であなたも幸運体質に。それでは今日はこの辺で、ごきげんよう。